思議な力が入ってるかな。えい、みんな敵よ。ギラさん、私も戦います。おしまい。セデリフェリカメル、わかりました。敵の動きに注視。はがいて切り刻みなさい。遅い。行くぞ。雪の目は見えるでしょ。行くぞ。なぜセデリカ。遅い。セデリカ、まだまだだぞ。頼んでしまってよいか。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか。そうだな、フェデリーカ。任せよ。まだまだだぞ。始めるよ。いっけー。助かったぞ、ライザ。運れ、遅い。はい、魔法を終わらせる。気合い、行くぞ。熱いのを上げる。あいつやばい、みんな気をつけろ。力を借りるぞ。お願いパフィ。わかりました。ユナイトさん、どうした。うむ、見事な勝利じゃな。まだまだ戦えるぜ。よし、開いた。どこ行くんだ。ほう、面白そうだな。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。アンペルさん。なんだ。アンペルさんが長生きなのも錬金術の結果なの。前にも一度だけリラさんが言ってたよね。ずいぶんといきなりだな。長生きな理由はどうでもよくて、長ければ長い分だけいいこともあったんじゃとか、自分ではフラフラヨレヨレしてるつもりでもちゃんと意味のある場所にたどり着けるんじゃとか、錬金術だっていっぱい研究できたし、辛いことがあった後でもリラさんには出会えたわけでしょ。お前たちにもな。え？いや、それで。だからさまよってるだけなんてことは全然ないと私は思うわけで、そんなところ多分お前というやつは本当にあの城に救ってた連中と真逆だな。連中は私がどう生きるかなどどうでもよくて、ただ長生きな理由だけを知りたがったものだが、少し昔話でもしようか。リラ、お前もくだらん見張りなんかやめて中で聞け。リラさん？付き合いの長い分だけはわかるものさ。もう100年も昔になるか。女手一つで私を育ててくれた母が病でこの世を去る寸前、こう言った。あなたがゆるりと時を飛ぶように秘密の術をかけましたとな。
お母さんは照明の秘術を実現したすごい錬金術師だったってこと？自分は病で死んでしまったわけだが、おそらくな。私は母の遺言を理解できないまま年を重ね、己の老いの緩やかさ、母の遺言の意味にようやく気づいた。錬金術に興味を持ったのはそれからだ。母譲りなのか、幸い才能はあった。さまざまな場所で学び、長く実践を続け、やがて王宮に召し出された。そこからは以前に少し話した通りだ。錬金術師の犯した悪事が気に食わないと私が思うのは、おそらく私の全てが錬金術で作られているからだろう。ずっと昔から錬金術が人を苦しめてきたのなら、その錬金術で時にとどまり得る私の手で償いたかった。だが、私のやり方は見当違いだった。事実は私のちっぽけな思惑などを押し流すほど大きく無情だった。まったくお前の言った通り、ふらふらよれよれと。これでは夢に飛ぶどころではないな。夢に飛ぶ？母の口癖、いや歌だったか。希望に満ちた内容だった気がするが、すっかり忘れてしまったよ。アンペル、お前、弟子には口が軽いな。だらだら愚痴などみっともないと説教されるかと思ったが、弟子と一緒にじゃなく、まず自分にだけ秘密を明かしてほしかったんじゃないの？生意気言うな、50年は早い。ごめんなさい。随分と立派になったものだな、ライサ。皮肉にしか聞こえないんだけど。いや、半分本音だ。何作ろうかな。入れる場所は、何入れようかな。レベルアップ。材料は、何入れようかな。レベルアップ。何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、材料は、どこに入れよう。材料は、材料は、
材料は入れる場所は感じかな。よし、行け。何作ろうかな。どこに入れよう。入れる場所は入れる場所はなに入れようかな。入れる場所はなに入れようかな。材料は入れる場所は材料はレベルアップ。材料はうーん、何入れようかな。材料は マテリアル缶開放。何入れようかな。こんな感じかな。よし、行け。何作ろうかな。頼みたいことがある。向こうで話せないか。